ミュージカルの曲の世界の描き方とその一曲で成立してる、まあ、ポップスの世界の描き方の違いっていうのも楽しんでもらえたらいいなと。まあ、なんかいろんな局面あると思うんですよね。毎日生きてると。楽しい気分になりたい時もあれば、ちょっと励まされたい気分の時もあるだろうし、だからそういう時にこの曲だけ聴いてみようとかいうことで楽しんでもらったら、すごく僕もシンガー冥利に尽きるなと思います。兄弟には愛なりささやかであっても、皮膚に日めくり持っていたい愛の炎、兄弟のマイダイアリー一斉に開き出す君との出来事、描かれたページ数。